銚子電鉄は YouTube では有名どころと言っていいと思います。竹本社長をはじめ運行スタッフは個性豊かで、個人としてのキャラも立った方々です。激つらチャンネルという公式チャンネルでは6万人以上のチャンネル登録者数があります。 YouTube で実際に動画を公開すればわかりますが、万というオーダーの登録者数を得ることは並大抵のことではありません。これだけでも単純にすごいのですが、竹本社長の人間的な魅力は、鉄道系 YouTuber の有名人でもあるスーツさんとのコラボレーションをサクッとこなしてしまいます。もちろんこれには YouTube という新たなメディアの存在は非常に大きいのです。ですが、いくら媒体が優れていても、コンテンツが味気ないものでは視聴者はついていきません。もちろん素人の趣味とは別次元のコンテンツ制作の方々も関わっているのでしょう。台本や基本的なストーリーがあったとしても、その動画に魅力を加えるのはそこに映る役者の力なのです。ちょっと前置きが長くなってしまいました。詳細は銚子電鉄のホームページの URL を概要欄に貼っておきますので、そちらをご参照ください。ただならぬ鉄道会社であろうことは容易に理解できるかと思います。激つらチャンネルを見ていると、そこには聞こえないような魔法の言葉で、銚子電鉄に乗れと言われているような感じになって、銚子を目指すことになってしまいます。多くの方々には賛成してもらえると思うのですが、銚子電鉄を応援したいという感情が不思議と湧いてくるように仕組まれているのです。そのような魔法にかかって、私も銚子を目指しました。私の銚子電鉄の旅は末端の外川駅から始まります。駅名表を見ると、ありがとう外川となっています。普通鉄道会社でこんな表示はまずお目にかかれません。外川駅には出羽801が無料で公開されています。架線もあるのにパンタグラフは下げられ、家庭用電源と思わしき電源をコードで引き入れています。電車で往復しながら、途中の駅でも降りたかったので、1日乗車券を買いました。銚子駅の駅名表は、絶対に諦めない銚子です。いやー、やっぱりこんなのは他では見られません。土曜日ということもあってか、銚子駅では多くのお客さんが電車に乗り降りしていました。列車は住宅街というには畑が見え隠れする、都会のような田舎のような景色の中を進んでいきます。そして髪の毛黒生駅へと至ります。ローカル線のようで、ローカル線とも言い切れない絶妙な景色と言っていいでしょう。電車は髪の毛黒生駅を出発します。
電車はのどかな景色の中を西足利島駅へ到着します。この駅にはネーミングライツで見えないことで未来を開く足沢ファインテック株式会社と付けられています。次は足利島関東最東端より少子高着と地下一里より足利島でございます。出口は新興国の国の左側で、ベンチが新興国の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 電車は住宅の間を通りながら足利島駅へと到着します。この駅には関東最東端より銚子港直送千葉石毛魚類と名付けられています。電車はローカル線らしい畑の中を通りながら君ヶ浜駅へと到着します。この駅にはロズウェルと名付けられていますが、それがどういう意味なのかは全く分かりません。地元の会社の名前なんでしょうか。畑の間を抜けながら電車は犬吠駅に着きます。もちろん犬吠崎の最寄り駅です。この駅には OTS 沖縄ツーリスト犬吠崎温泉と名付けられています。これは旅行会社と温泉が並列表記なんですかね。駅舎内には濡れせんべいなどを販売する売店があって、銚子電鉄の鉄道グッズなども買うことができます。もちろん濡れせんべいはお店に入った多くの人が買う人気商品です。銚子電鉄が食品メーカーとも呼ばれるゆえんだと思われます。電車は終点の外川駅に到着します。第三セクターの鉄道会社では御朱印にインスパイアされて鉄印を販売しています。銚子電鉄は自治体から支援は受けているのでしょうが、あくまで経営は私鉄だと思います。でも御朱印帳が販売され、各駅の鉄印ならぬ御朱印も売られています。魔法の言葉で引き寄せられたものとしては当然購入です。